党です。ただいまからこの場所をお借りして日本共産党街頭演説を始めさせていただきます。私は司会を務めます地元豊島区選出東京都議会議員の米倉春奈です。よろしくお願いします。皆さん、いよいよ6月、来月1ヶ月と10日ほどすると参議院選挙が始まります。戦争か平和か問われる、また物価高騰から暮らし、なりわいを守る大事な選挙です。日本共産党は今年創立100年ですが、戦前から一貫して反戦平和と国民の苦難軽減に頑張ってきました。日本共産党をぜひとも参議院選挙で大きく伸ばしてください。それではまずはじめに、この場所からは日本共産党の山添拓参議院議員、東京選挙区から2期目を目指します。ご紹介します。皆さんこんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。夏の参議院選挙で東京選挙区から2期目を目指します。どうかよろしくお願いいたします。私は2003年アメリカがイラク戦争を始めた年に大学に入り、そして日本共産党と出会い、平和のために社会に働きかける、そんな生き方がしたいと思って日本共産党にも入りました。21世紀になって世界はまだ戦争によって物事を解決しようとするのか、そのことに愕然とする思いがして一歩を踏み出した。それから20年近くが経って、今また世界はロシアのウクライナ侵略という大変な事態を招いています。この侵略をどうやったら止められるのか、多くの人が心を痛めておられると思うんです。私は訴えたいと思います。侵略やめようと改めて声を上げようじゃないかと、ありがとうございます、呼びかけたいと思うんです。世界は国連憲章というルールを作ってきました。二度の世界大戦を経て、そのおびただしい犠牲を経て、どんな理由があっても武力行使で物事を解決してはならない、解決しようとしちゃならない、そういうルールを作ってきた。これを踏み破ったロシアの行為を、プーチン政権の行為を、このままにするわけにはいきません。今改めて国連憲章を守れの一点で世界が団結することが必要ではないでしょうか。岸田首相もバイデン大統領も国連憲章を守れとあんまり口にしたがりません。価値観で世界を分断して、西側か東側かとか、民主主義か専制主義かとか、そういう話はするけれども、国連憲章のルールだと言おうとしない、これじゃダメだと私たち訴えてきました。国連憲章を守れと世論が動き、国際政治を動かし、プーチン政権を包囲していくことが戦争を止める一番の力になるはずです。皆さん、こうして私たちが訴えていますと、そうは言ってもプーチンも共産主義じゃないのか、日本の共産党もプーチンと親戚関係じゃないのか、こんな風に言われる方もあります。赤の他人です。何の関係もありません。むしろ私たちは日本の国会の中でどこよりも厳しく国連憲章を守れと訴えています。皆さんご存知でしょうか。プーチン大統領が日本の63人入国禁止の措置を取りました。その中の一人が日本共産党の志位和夫委員長でした。国連憲章に基づき侵略やめようと訴える、最も厳しく批判してきた日本共産党を排除しようというのは、こういう世論の批判をプーチン大統領が恐れている証じゃないでしょうか。だから私たちは厳しく訴えたいと思うんです。
63人の入国禁止措置に入っていなかった一人が安倍元首相です。さすがに蜜月関係で何度も一緒に飯を食って経済協力でおだて上げてきた、日露関係を歪めて領土交渉も後退させ、へりくだってへりくだっての外交を進めてきた。皆さん、こういう日本の外交姿勢もそろそろ変えるべきじゃないでしょうか。相手がどの国であれ、中国であれ、アメリカであれ、ロシアであれ、覇権主義的な自分の言い分を相手に押し付けるような、そして暴力的に武力によってそれを押し通そうとするような、そういう国に対しては相手がどこであれはっきりものを言う政治が必要です。外交姿勢を改めるためにも、どうか今度の参議院選挙で日本共産党を大きくしてください。私山添拓を再び国会へと押し上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。私は国会で参議院の憲法審査会にいます。ウクライナ侵略を経て以降、とりわけ国会の中では自民党や維新の会など軍備の拡張に進むべきだ、敵基地攻撃能力持っていくべきだ、核共有で核兵器による威嚇もするべきだ、そのために9条も変えるべきだ、こんな議論が大合唱のように行われています。確かに今こういう事態を受けて日本とアジアの平和をどう守るのか、憲法9条で大丈夫なのか、不安や懸念もあると思うんです。しかし皆さん、軍事力を高めていって相手の国をその中枢まで攻撃できるような先制攻撃をする能力を持っていって、核兵器による脅しまで進めていくといって、それで本当に平和になるのでしょうか。アジアの緊張関係は緩まるのではなく高まっていくんじゃないでしょうか。日本が軍備を拡張すれば相手の国にとってそれは脅威と映ることになります。際限のない軍拡競争をもたらすことになります。どこまで行ってもお互いの疑心暗鬼は強まることになるでしょう。一触即発で偶発的な事態から戦争に至るということもあるかもしれません。そんなことを起こさないために知恵と力を尽くすのが政治の役割ではないでしょうか。安全保障といえば軍事力に頼るしかないような、そんな貧困な発想で政治の役割を果たしているとは私は言えないと思うんです。日本の憲法9条を持つ日本の政治が行うべき、果たすべき役割は9条を生かした平和外交で対話と協力の地域を作っていく、このことにこそ希望ある道が開けると思います。私たちは東南アジアの国々を見習うべきだ。軍事同盟ではなく対話と協力の地域を作っていく、その道を進むべきだと訴えています。憲法9条を生かした平和外交をあくまで貫こうと訴えているこの日本共産党を、今度の参議院選挙でも大きくしていただきたいんです。皆さん、今私たちの国が現実に巻き込まれうる最も可能性の高いシナリオは何か。台湾海峡有事です。アメリカと中国が対立をして、その中でアメリカの軍艦が攻撃を受ける、そしたら日本の自衛隊にも集団的自衛権で参戦してくれと依頼が来ることになるでしょう。日本が参戦をする、中国に対して攻撃をする、全面戦争に至りかねません。沖縄をはじめとして南西諸島が戦場になるかもしれない、そんなシナリオに入らせてはいけないんじゃないでしょうか。今日5月15日は沖縄の本土復帰から50年です。基地のない平和の沖縄を目指して、日本の平和憲法の下での沖縄を目指して、本土への復帰がさまざまな戦いを乗り越えて実現をしました。それから50年、今日本の政治は沖縄に何をもたらしているか。辺野古新基地建設を進めて新たな危険と負担をもたらそうとしている、
集団的自衛権で新たに沖縄を戦場としかねないような事態を招こうとしている。国会では沖縄で事故や事件が起きたとき、日本の警察や自治体がろくに調査もできない、捜査もできない、日米地位協定の見直しが緊急の課題であるにもかかわらず、地位協定の見直しすら国会の決議で挙げられない状況です。皆さん、こういう政治の下で9条まで変えて新たに戦争の危険をもたらすような、そんな政治で本当に良いのでしょうか。今求められているのは9条を生かした平和外交の政治だと改めて訴えたい、そのことを貫いてきた、これからも貫こうと思っている、この日本共産党を参議院選挙で大きくしてください。私、山添拓を押し上げてください。どうかよろしくお願いをいたします。自民党がこうして軍備の拡張を進めていこうと思えば、軍事費もどんどん拡大しなくちゃいけないと提言を出しています。 GDP 比で 2%、 今より5兆円も上乗せするような計算です。消費税に直せば 3% くらい上げないと間に合わない計算です。これだけ暮らすと経済が傷んでいるのに、軍事費のために消費税を上げるっていうんでしょうか。暮らしのための予算を削るっていうんでしょうか。あるいはそのどっちもでしょうか。とんでもないではありませんか。格差と貧困が拡大をしているコロナで、あるいはウクライナ侵略を受けて、さらにはアベノミクスの失敗の上の急激な円安で物価の高騰が進んでいます。今求められているのは暮らしを支える優しい経済へと変えていくことではないかと思うんです。私たちはそのために今度の参議院選挙、優しく強い経済へと訴えています。その柱の一つは賃金を上げようということです。私は国会に送り出していただく前は弁護士として仕事をしてきました。過労死の事件、派遣切りの事件、労働事件を労働者の立場で取り組んできました。一つ一つの事件を解決すると同時に、人間らしく働くルールを作るには、誰もが人間らしく働ける社会にするには、やっぱり政治を変えなくちゃいけない、こう思って参議院選挙にも挑戦をする決意をいたしました。この間国会で過労死させるほどの長時間労働を厳しく規制するルールが必要だ、論戦をしてきました。安すぎる低すぎる最低賃金、やっぱり上げなくちゃいけない、訴えてきました。3年前の国会では最低賃金が暮らしていくだけで十分とは言えないではないか、最低賃金額で8時間働き、週40時間働いてもそれだけでは暮らしていけないじゃないか、これって最低賃金として役割を果たしてないじゃないか、こういうことを厚労大臣にも求めました。大臣はなかなか認識を答えませんでしたが、繰り返し繰り返し答弁を求めて、ようやく出てきた答えは、今の最低賃金ではちょっと厳しいかなと、こういう答弁でした。ちょっと厳しいっていうところじゃないんですけども、しかしそれでも今の最低賃金が暮らしていくのに十分ではない、その認識を示したのは大事な一歩だったと思うんです。その年初めて東京の最低賃金額、時給1000円を超えることになりました。まだまだ不十分です。最低賃金を時給1500円を目指し引き上げるために全力を挙げたいと思っています。私たちは、ありがとうございます、そのために中小企業への支援セットで必要だと訴えています。どうするのか、儲かってる人たちいるじゃありませんか。大企業がアベノミクスの下で株で大儲けをして、給料を上げずに設備投資にも使わずに溜め込みに溜め込んで内部留保を積み増してるじゃありませんか。金はあるところにはあるんですから、ちょっとぐらい還元してもらっても罰は当たらないんじゃないでしょうか。大企業で働く人も賃上げに使うなら課税はしない、
だけど溜め込んだままなら還元してもらって、中小企業を含めて最低賃金を引き上げる、賃金を上げるときに支援する、そのために使っていこうと私たち訴えています。アベノミクスの10年間、大企業が儲かればいずれはおこぼれが回ってくる、トリクルダウンなど起きなかったではありませんか。だったら今その不合理を正して、食べ込まれた内部留保に課税をし還元していく、賃金を上げるために具体的に手をつけるのが政治の責任ではないでしょうか。私は参議院選挙に向けて正義ある政治をと掲げています。公正な経済が今求められていると思います。賃金を上げる、社会保障は削るのではなく充実を図っていく、税制は公正な税制にしていく、消費税を下げ大企業にはもうちょっと払ってもらう、当たり前の要求だと思うんです。この当たり前の政治を進めるために、どうか今度の参議院選挙で日本共産党を大きくしてください。政党名を選ぶ比例代表選挙で日本共産党と書いていただける方、どうか広げていただきたい。そしてこの東京選挙区では私山添拓を押し上げてください。お力をお貸しください。どうかよろしくお願いをいたします。私は国会に送っていただいて6年間世論と結んだ論戦で政治を動かしたいと望んできました。国会中継をご覧になったことがあるという方少なくないと思います。田村智子さんの桜を見る会の追及見たことあるよという方いらっしゃると思います。テレビだけでなくインターネットを通じても国会論戦の様子を多くの方が共有するようになった。6年前と比べても様変わりするぐらいに国会の様子推しになっていると思うんです。そういう中でコロナ対策を前に進めるとか、検察庁法改正案を廃案に追い込むとか、みんなで声を上げて国会論戦と結んで政治を動かすという経験を重ねてきたと思うんです。その仕事をどうか引き続き担わせてください。国会論戦を通じて事実と道理を示して政治を動かす仕事を私日本共産党の山添拓に引き続き担わせてください。憲法を生かし希望ある日本に変えるために全力を挙げる決意を申し上げて私からの訴えとさせていただきます。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまのお話は山添拓参議院議員でした。